ボルカニックアイランドからアシャの占いゴマ。斉藤選手はフェッチを切って アンダーグラウンドシード。定義託者派の調査をツーライフ払ってキャストしていきます。さあオスオブドリードはないんですが、うん、かなりいい手札ですね。そうですね、除去もありショーテルから全治もありと。そして、まあ、封じ込めソウル対策の土潜水もあると。マモーソンもこれで引きましたね。80円おっと、 おっとブラックロータスからショーアンドテル。さあ藤井さんのパワープレー、ブラックロータスから実物ステージ教育、すごいですね。がしかしこれにはローバイの嵐が、ストーム3ですかね。そうですね、ブラックロータス、うん、これは返せなさそうですからね。そうですね、一応駒でトップを確認して、おドロー。おおすごい。さらにロバイナラシ、ロバイナラシすべてにカウンター、うん、おー、そしてこれは解決されてしまうのか。解決されて全地が場に出てグリセルブランドキャストに対して、まあもそもで全地はなんとか割っていきますね。ここで投了すごい、一瞬フラスター1枚じゃないですか。何枚入ったんだろう。2枚。素晴らしい、素晴らしい。というわけでヴィンテージ挑戦者決定戦準決勝は藤井選手の勝利です。おめでとうございます。いやすごい、もうローバイの嵐しか返せないだろうと思ったらピッタリ、コマトップすごい。